メディアを再生する映像、島灰色狐とは、犬か灰色狐族の哺乳類である。大陸に住む灰色狐の矮小化した種であると考えられている。カリフォルニア州チャンネル諸島に属する8つの島のうち6つの島に生息する。古い仮説では、島灰色狐は、かつて広く分布していた大陸における小型種の残存種ではないかとされていた。しかし大陸で、 小型種の化石が見つからないことからこの説は否定されている。もう一つの仮説では、更新予の間に大陸の灰色狐が北部の島へやってきて、そこで洗濯圧を受けて小型化したとされ、北部の山頭が一つの大きな島になっており、大陸との距離も近かった表記の間に大陸の灰色狐が浮遊するゴミに乗って、 海を渡り偶然到達したなどと考えられてきた。しかし、人間がチャンネル諸島に住み着いていたことが確実とされる最古の年代よりも古い可能性がある3つの島ハイエロギツネの骨について AMS 法による C14 年代測定を行ったところ、最古のものでも関心予に当たる6400カロリーイヤー BP 頃であった。また、 炭素年代測定とミトコンドリア DNA の調査を合わせた推定では島にたどり着いた年代は9200から7100年前とされた。これらの研究は自然に住み着いたのではなく人間によって持ち込まれた可能性を示しておりそのどちらなのかははっきりしていない。一方南部の山東については従来よりネイティブアメリカンの手によって北部から持ち込まれたと 考えられている。島灰色狐は1857年に、ベアードによって、サンミゲル島をタイプ産地とする狐族のバルピーズリテラリスとして、記載された。後に、メリアムが分類を改めて灰色狐族のユーロセアンリテラリスとし、さらに後年ユーカタレニとユークレマンティーを別の種、ユー、リテラリスサンタクルージを足として記載した。 1937年にはさらに分類が見直されて、6頭それぞれの島灰ツネがユーリテラリスの亜種とされ、現在の形態学や遺伝学の研究によっても、この分類が支持されている。亜種は以下の通り、灰ツネと島灰ツネの頭蓋骨等同長は50センチメートル台前後、体重は2キログラム前後で、大きさはチワワに近い。灰より小さく、 北アメリカのイヌ化の動物としても最小である。主、灰色狐と比べて、椎骨の数が少なく際立って、短くなっている。他種との競争や捕食されることが少ない、大きな獲物があまりいないなどの島の環境が要因となって、小型化したと考えられる。体の大きさには、性的不たなりが見られ、オスの方がメスよりも大きく重い。また、アシュベツでは、平均的には、 サンタカタリナ島の亜種が最も大きく、サンタクルス島の亜種が最も小さい。色合いは灰色狐と似ているが、全体的に暗い。頭部と胴体の大部分は灰色。尾光部の両側面の髭の近くと上下唇の周りは黒い。鼻先の両側には白い部分が少しある。尾光部から頬にかけての顔の下半分は白く、喉元につながっている。 首の側面には白い喉元を縁取るように赤茶色の領域がある。耳の付け根や四肢も赤茶色。腹部は白と赤茶色。尻尾は大部分が灰色で背中側には黒い筋があり、先端も黒い。尻尾の下側は赤茶色。サンクレメンテ島とサンニコラス島では灰色と黒色の部分がそれぞれ薄い茶色と濃い茶色となる毛色の個体が見られるが、 そのはっきりした理由は分かっていない。体毛の密度は生え変わりによって夏と冬とで変化する。ネズミを加えたシマハイイロギツネを主に夜に活動するが、ハイイロギツネと比べると昼間も活動的である。季節による気温の変化によって行動パターンも異なり、夏は日中の活動はほとんどなく、逆に冬は夜間の活動がほとんどない。多様な環境で生息できるとされ、 島内にある、あらゆる種類の環境で見られるが、特に固定砂丘や、地形や植生に多様性のある森林のような場所を、好む。竹の長い外来種の一年草が密生する草原は、あまり利用されず、餌探しはより明けた場所で行われる。雑食性で、生息場所や季節によって異なるが、月脂類、鳥と卵、トカゲ、昆虫、カタツムリ、死肉、果実といった、 様々なものを食べる。特に鹿ネズミは運びやすくタンパク質も豊富なため、繁殖期に子供に与える食料として重要だと考えられている。木登りが得意で木の上の果実を取ったり鳥の巣をあさったりもする。行動権は生息地の種類、狐の密度、季節、性など様々な要因によって異なり、平均的として報告されている広さには0.16。 キロ平方メートルから3.39キロ平方メートルまである。糞や尿を使って匂いによる縄張りのマーキングを行い、積み重ねた糞が道端などで見られる。競争関係にある種としては、サンタクルス島とサンタローザ島におけるマダラス管区や、サンタカタリナ島とサンクレメンテ島におけるの猫がいる。サンニコラス島にもかつての猫がいたが2011年に駆除が行われた。 平均寿命は4から6年とされていたが、ID マイクロチップを用いた調査では島によって異なるものの野生下で約8から12年生きることが確認されている。繁殖は1年に1度。社会的には一夫一妻でペアは一生続く傾向があるが、婚外受精による出産も見られる。出産は巣で行われる。巣としては小枝の山、小さなホラー穴。 岩の裂け目、人工物、丸太の山、空洞のある木の枝、大木の切り株、低木の茂みの下などの場所が使われることが知られている。巣は多くの場合自分では掘らないが、適した場所が見つからない場合は簡単なトンネルを掘る。妊娠期間は推定50から53日で、出産は4月中。一度に産むこの数は、大抵1から3匹だが5匹産むこともある。 最初の数週間は母親が子供に付き添い父親が食料を調達する。6月には葉なるが完了して親と共に食料を探しに行くようになりその時期に巣は放棄される。子供は夏の間は両親と共に過ごして狩りや食料の見つけ方を教わり9月までに独立する。独立した子供は生まれ育った縄張りを 冬までに離れることもあれば翌年まで留まることもある。幼いシマハイイロギツネは赤尾のすりに捕食されることがある。これは後日の犬ワシを除いてシマハイイロギツネを捕食することが確認されている唯一の鳥類である。従順で人間をほとんど恐れない。チャンネル諸島における初期のネイティブアメリカン社会ではシマハイイイロギツネは宗教的役割を持っていた。毛皮で 矢筒、街灯、毛布、踊りに用いる頭飾りが作られたり、ペットやハンカチクとされたりした。北部の島々と南部の島々との交易が、盛んになると北部から南部へと運ばれ、現在の分布へと繋がった。交通量の多い南部の山東では、自動車との衝突事故が毎年数多く発生しており大きな死亡原因となっている。北部の島々では、 交通量が少なく自動車との衝突はそれほど多くはない。北側の3島では1990年代に犬シが繁殖するようになった。島ハイイーロギツネは島内の頂点捕食者であったために新たな捕食者から身を守る術を持たず犬シによる捕食が主要因となって個体数が各島で壊滅的に減少した。これらの3島では個体数回復のために 格闘ごとに島イイギツネの飼育と繁殖が順次、開始された。この当時残っていた個体数は、サンミゲル島で15匹、サンタローザ島で15匹、サンタクルス島でおよそ55匹であり、サンミゲル島では1999年に、メス1匹を除く14匹が、サンタローザ島では2000年と翌年に、全15匹が飼育下に移された。飼育で、個体数は、 急速に増加し、2003年から順次野生に返され、はじめ2008年には、すべての個体の解放が完了した。この頃には野生下でも飼育下を上回る速度で、個体数が増加するようになっていた。同時に犬ワシを減らす取り組みも行われ、1999年からは、犬ワシを捕獲し、カリフォルニア北東部へ放つ取り組みも行われた。 さらに生態系レベルのより大きな行動として、白桃ワシの再導入とサンタクルス島における野生化した豚及びサンタローザ島におけるニュールジカやアメリカアカシカの駆除が行われた。白桃ワシはかつてはチャンネル諸島で繁殖しており主に魚や海鳥を捕食したが、1960年代までに島から姿を消していた。 白頭ワシが繁殖していると犬ワシの巣作りを抑えられると考えられている。また在来種でない豚、ミュールジカ、アメリカアカシカの存在はそれらを餌とする犬ワシの個体数増加を促し、間接的に島灰色狐の減少につながる。サンタカタリナ島、サンタカタリナ島ではほぼ同時期の1999年から翌年にかけて本土からの船に隠れて侵入したアライグマが、 持ち込んだと思われるイヌジステンパーが原因で、島全体の87%の面積を占める、東部において、個体数がおよそ95%減少した。こちらでは2001年に、西部から12の津害が飼育下に入り、2004年までに、すべての個体が野生に返された。イヌジステンパーウイルスのワクチン接種も、各島で飼育下の全個体と野生の一定数の、 個体を対象に行われた。ワクチンは毎年接種し続ける必要がある。島西部の個体を東部へ移す取り組みもあって、野生の個体数は急速に増加した。サンクレメンテ島ではかつてアメリカオウモズを保護する目的で島灰色ギツネによる捕食をコントロールする取り組みがあり、一時は安楽死も行われた。その後も毎年モズの繁殖の時期に、 島ギツネを飼育下に移す活動が続けられたが、これが島ギツネの繁殖活動や社会システムに重大な影響を及ぼし、同等における島ギツネの減少の原因になったと考えられる。この取り組みはすでに中止されている。2004年には個体数減少を理由にサンミュル島、サンタクルス島、サンタローザ島、サンタガタリナ島の亜種が 米国の絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律のもとが州国魚類野生生物局によって絶滅危惧種に指定された。2016年には個体数増加を受けて北部3島の種は絶滅危惧種のリストから外され、サンタカタリナ島の種もステータスがスレッド温度に下げられた。IUCN のレッドリストにおいても2008年の評価では クリティカリーエンデンジャードとされていたが2013年の評価では絶滅危惧種から外れ、ニアスレトンドに変更されている。ありがとうございます。